部室の扉の前に立つ。今まではお客様で、今日は部員。とはいえ、やっぱりノックはすべきだろう。星なんだけど、入ってもいいかな？はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。どうした？なんか頬赤らめてない？どうした？適当に座ってくれていいですよ。じゃあ遠慮なく。俺は部屋の隅に追いやられていた椅子を引っ張り出して腰掛ける。どうした？可愛い女の子と二人きり。どちらとも何を話せばいいかわからず、もじもじとしている。ああ、そうか、なるほど。向こうも異性として意識されてるだけだか。ラブコメ。非常にラブコメっぽいのに、全然甘酸っぱくない。それどころか、むしろ苦い。今後も部活を続けていくんだから、この雰囲気は何とかしておいた方がいいんだろうけど。星名くんも部員なんです。いちいち扉の前から声をかけなくてもいいですよ。え、いや、でも。オナニーとかしてたらやばいでしょ？とか言っちゃうところだった。危ない危ない。迂闊なことを口走ってしまうところだった。そういう過剰な気遣いが続くと怒りますよ。バレてえな。声は優しいのに目が笑っていないのが怖いです。やめてくれませんかね、その笑顔。綾地さんでも怒ることってあるの？あんまり想像がつかないんだけど。もちろんありますよ。今だってかなり怒ってます。おこです、激おこです。かわいい。何それ、かわいい。今までおことか煽ってるとしか思えなかったのに。いいですか、過剰な気遣いはやめてください。はい。で、話は変わるんだけど、この部活って、待ち体制が基本なんだよね。待ってる間、綾地さんは何してるの？私は本を読んでます。そういう意味では図書室がすぐそこにあるのは便利ですね。図書室によく行くんだ。そっか。だから机の丸みとか把握していたってことだろうか。なるほどな。ずっと頭がピンクだな。おい、星名くん、そういうことも考えなくていいですからね。やってんな。何のこと？気のせいじゃないかな。負けじとにっこり笑って返事をしてみる。嘘です、あの目は嘘の目です。図書室のオナニーのことを思い出して私のことを変態だと思っている目です。綾地さんって一旦マイナス方向に入るとダウナー状態からなかなか回復しないんだよな。どうしよう、俺がフォローしても落ち込む一方のような気もするし、困ったなあ。おお、救いのノック。ほら、早津さん、ノックだよ。誰か相談しに来たのかも。しっかりして。ゆっくりと扉が開かれて、奥からひょこっと知らない女の子が顔を覗かせた。緊張しているのか声が少し上ずっている。ここってオカルト研究部ですよね。あやち先輩がここにいるんですよね。はい、あやちねねは私ですが。なんか可愛いな、子犬みてえな女の子だな。知り合い？いえ、初対面のはずですよね。あ、はい、あやち先輩のことは噂で知ってただけで初めましてです。ああ、あやちさんって有名人だからね。え、そうなんですか。え、自覚ないの？うわあ、本当に可愛い人。どう
しましたか？いや、別に何でもないです。ちょっと見惚れてただけで。そうですか。そのストレートな物言いにあっけに取られるあやちさん。にしてもこの子結構派手だな。派手か？色味が強いだけじゃないか。それよりもここがオカルト研究部の部室と知って訪ねてきたんですよね。はい、噂を聞いてきたんです。ここに来ればあやち先輩が相談に乗ってくれるんですよね。占いじゃなく相談ですか？ダメですか？少しうつむき、軽く身を揺らす少女。あ、軽く体を揺らす少女。その、気鬱した表情を見ていると、なんだか俺の胸まで強く締め付けられるようで。この絶対この気鬱って言葉、気鬱でいいのかな？気鬱で合っとるわ。気が塞いで晴れ晴れしないこと。多分このシナリオライターこの気鬱って言葉気に入っとるから、今後いっぱい出てくるわ。というか本当に痛っ、この子結構本気で悩んでるみたいな。なるほど、感情読み取れるからな。いえ、困っていることがあって、私に力になれることでしたらお手伝いさせてもらいます。ありがとうございます。安堵した女の子がペコリと頭を下げる。するとようやく俺の胸も楽になった。それじゃあ、失礼しました。自分は稲葉巡と言います。1年 D 組です。改めまして、あやちねねです。星名修司、あやちさんと同じクラスでおかけの部員だよ。よろしくです、先輩方。ちなみに星名先輩もおかけんってことは一緒に話を聞くんですか？ん、まあそういうことになるのかな。そうですね。あ、もしかして男の人に聞かれたくない話だったりしますか？ああ、そっか、女の子だもんな。そういうこともあるだろう。俺は外に出てようか？いえ、大丈夫です。聞いててもらっても平気です。ああ、そう。はい。それで稲葉さんの悩み事は一体何ですか？あの、あやち先輩にお願いがあるんです。自分を人気者にしてください。ほう。話をまとめるとこういうこと。この学園に進学したものの、同じところから進学した友人は他にいない。しかも入学した直後に病気になって1週間ほど休んだと。風がひどくて。そういえば今年は4月頃までインフルエンザが流行してましたね。で、次に登校した時にはクラスの中の人間関係が出来上がっていた。出遅れちゃいまして、だからちょっと人間関係で悩んでまして。運が悪いな。でもしゃあないよな、これって。それは大変だけど。ぶしつけながら率直に言って、そんな風には見えませんね。割とあれなんだな。確かに意外とコミュニケーション能力が高そうやけどな。なかなか派手な格好なわけだし、むしろ友達がいない方が不思議な雰囲気なんだけど。ま
まず先に確認をさせてほしいんですが、孤立させられているということではないんですよね。あ、はい、そういう相談じゃないです。ちゃんと会話もありますし、おかけんのこともクラスの子から話を聞いて、でもなんか居場所がなくて、会話はあるんですけどちょっと浮いてると言いますか、うまくなじめないと言いますか。休日にみんなが遊びに行ったりするときには声がかからないとか、そういう関係？そう、そんな感じです。実は自分もともと人付き合いが得意ではなくて、この学院に入った時にそのイメチェンみたいなことをしたんです。デビューってやつ？そうです。髪型を変えて、服装やアクセの研究のためにいろんな雑誌を読みふけて。ああ、なるほど。ネットで見る限りその手の雑誌って怖いぐらい化粧してたりするからな。それに比べると稲葉さんは、だいぶ控えめと言えるだろう。むしろいい感じ。でも結局うまくはできなかったと。はい、でもだからって今更やめるとそれはそれでなんか嫌な感じじゃないですか。確かにそこは引いちゃいけない気がするな。ちなみに暑くないの？おしゃれは我慢、気温との戦いだって本に書いてありましたから。自分基本は寒がりですから、もう少ししたらこれでちょうどよくなります。そう、まあ無理はしないようにね。女の子は大変そうだな。あの、どうやったら綾木先輩みたいな人気者になれますか？え、私みたいですか？そう言われても私は人気者なんかじゃないですよ。だって私友達いませんから。堂々と言い切れるのはちょっとすごいな。そう言われても事実なので。けどいつも友達と話してるよね。確かに話しかけられるので返事はしていますが。クール。クラスの連中が聞いたら泣いてしまうだろう。だっていつも勉強の話ぐらいしかしていませんよ。いや、まあ俺が言える立場じゃないんだけどね。カイドウやカリアにも似たようなこと言われたし。思い出してみるとクラスのみんなとよく話していても、あくまでクラスのみんなだ。特定の人と話していることはないし、ましてや綾地さんの方から話しかけてる姿は見ない。それに正直なところ、慕われるというよりもみんなの憧れというイメージが強い。ちょっと距離を取って遠巻きで見てる方が多いかもな。けどそうやって一部の誰かと特別親しくせず平等に接することが綾地さんの人気の理由の一つかも。綾地先輩は自分のグループというか派閥みたいなものは作ったりしないんですか？そういうことにはあまり興味が。どちらかといえば支持を優先したいので、この部活ですとか。おお、なんかかっこいい。私より星野くんの方がアドバイスできるんじゃないですか？え、そうなんですか？ちょっと暗そうな先輩だし、友達が多いようには見えませんけど。素直な子だな。ぶっ飛ばすぞ。ごめんなさい、そういうつもりじゃなかったんですけど、驚いたらつい口が滑っちゃって。
だって面に正気を感じないので穴が開いてるからな。謝りながら追い打ちをかけるのはやめろ。思いやりは友を作るが真実を語ると敵を作るという言葉もあるんだぞ。友達って呼べるのはカイドウとカリアぐらいだよ。教室で話すのも大体あの二人だし。でもよく頼られているじゃないですか。あれは頼られてるってのとは違うと思うけどね。そうなんですか。俺に求められるのは支援じゃなくて身代わりだから。俺みたいな方法は、いや絶対やめておいた方がいいと思う。難しそうですね。やっぱりそうですよね。でも一緒に考えることはできます。え、少し時間をくれませんか。そうだね、デビューし直すわけじゃないけど、見せ方のアドバイスとか何ができることはあるはずだよね。もちろんです。少し時間がかかるかもしれないけど、よろしくお願いします。けど人気者って言われてもな。ひとまず時間をもらうという結論に達したものの、どうすればいいのやら。ちなみにこういう難しい依頼って今までにもあったの？そうですね、私では解決できないような依頼もいくつかありましたね。そういう時はどうしてたの？できる限りのことはしましたよ。アドバイス的なことはもちろん、カリアさんの時のような仲立ちも。でもほとんど力にはなれなくて、今回も難しそうですね。人気者になるための方法なんて全然思いつきません。まあ、でも人気者って意図的になるもんじゃなくて自然となっとるもんだからな。俺もそういう努力はしてこなかったからな。むしろ避けてきた方だ。とにかく考えてみよう。俺も頑張るから。よろしくお願いします。では今日はそろそろ部活を終わりましょうか。もう日も暮れそうだしね。ところで星名くん、今日これから時間はありますか？え、まあ深夜とか遅くならない程度なら。では少し付き合ってくれませんか？一緒に来てほしいところがあるんです。おう、それは構わないけど、どこに？